はい、今回はフィジカルが強いといいますか、当たりの、強い体にするために、一人でできるトレーニングをやっていきたいなと思います。その当たりの強いというのは、要はバスケットボールだったりサッカーだったり、よくこう、コンタクトスポーツっていうふうに言ったりしますけれども、人とぶつかるような場面があるスポーツって結構いろいろありますよね。その時に、そのぶつかった時に体が弱いとすぐ押されてしまったり倒れてしまったりしてしまうので、それを防ぐためのトレーニングだと思ってください。本来であればもちろん人とぶつかり合いながらやっていくというのが理想なんですけども、それがちょっと難しいという場合、家でもね、壁を使ってできますので、それを今回はご紹介したいなと思います。まずは、前側です。前側です。どういうことをやるかと言いますと、壁の前にまず立ちましょう。壁の前に立ちます。で、脇を締めて壁をグッと押す動きをやっていきます。で、その時なんですけれども、そのご自分の感覚で結構です。壁をできるだけ強く押せてる位置で押したいと思います。例えばここで押すのか、ここで押すのか、ここで押すのか、ここで押すのか。はい。肘がね、90度のあたりが一番いいのかなと思いますけども、しっかりと壁をグッと力よく押してみてください。その時に押した瞬間にグッとこの前側の筋肉に力が入るのがおそらく分かると思います。はい。できれば人に当てられて耐えるというようなトレーニングが一番最適なんですけども、一人でやる場合は、このようなトレーニングでしっかりと壁を押すというトレーニングをやってみてください。はい、以上です。